今日は2ゴールという結果ですけれども、まずは最初のゴールから振り返ってください。そして一気に勝ち投手を決める2ゴール目は前半の35分でした。この2ゴール目を振り返ってください。あの時間帯に逆転できたのは、このまま自分たちのチームとしていけるか、あそこに出ない自分としてのやりカタールは無敗というところから一気に連敗があって、前節は引き分けという結果、少し嫌な流れでこの富山県総合運動公園陸上競技場に戻ってきたのかなというところがあったと思いますけれども、今日はどんな気持ちで試合に挑まれたでしょうか。そうですね、何より、勝ち点3を取るというのは、チームの気持ちで、その勝ち点3というのは、ホームで取るというのは、非常に次に向けての、いい準備が。そして萱山選手は今日の2ゴールで、今シーズンの得点が4得点ということで、カターレのチーム内トップのゴール数となりました。これから萱山選手のゴールにより一層期待されているサポーターの方もたくさんいらっしゃいます。これからどんな試合を見せてくれるのか、最後にサポーターの皆さんに抱負をお願いします。やっぱり最終的にも実数の勝負っていうのは、今日もこういった収録にもかかわらず、多くのお客さんが見てきてくれて、それでなおかつ自分たちが勝つことができて、また次の試合に皆さんの力があれば勝ち点3を取れるということで、ぜひ次の試合もホームに足を運んで応援をしてお願いします。2ゴール7、2ゴール、今日のヒーローは